たまみちゃん、先生ご飯だ。お腹空いたでしょ。今日ご飯、高温ご飯とマグロのステーキ。はい、どうぞ。はい、こっちの方がいいかな。どっちがいい？これ置いとくね。じゃあいただきます。こっちがいい。うん、じゃあそれ、じゃあいただきますよ。うん、スープ、みなと、あれどっかやった、今落としたの。待っててね、食べよう、食べよう、ご飯。ほんちゃん、ご飯食べる人。ん、ほんちゃん、ご飯食べる人。食べる、お腹空いてんじゃないの。お腹空いた。ほんちゃんずっとぼーっとしてる。じゃあお腹空いた人。ほんちゃん。いただきます。みなこ大丈夫？うん、お腹空いたって言ってたのに全然食べないんだけど。ご飯、ご飯、なんか取れる、取れるよ、取れるよ、うん、でもこれ お箸でさ、ご飯と一緒に食べな。ご飯食べたいでしょ。お腹減ってるはずなのにね、うん、そんな、しかもお腹減ったって言ってたのに、なんでこんなちまちま、なんかもっとガツくかと思ったのに全然ガツかないよ。これ食べて、じゃあ、うん、これ、うん、じゃあそれで食べな。ね、一応こっち使ってもいいからね。もしかしたらこっちの方が食べやすいかも。うん、ミナト、何？うん、ミナト君、パパのとこ落ちた。みなとくん、パパのとこが落ちた。うん、ご飯食べてるからすごい向かってきた。おー、落ちた。おー、落ちた。おー、落ちた。みなと、あー、落ちた。食べな、早く。どうやって取れない。取れるよ。ひめちゃんが変なことしてるだけで。一回フォーク、あ、スプーンに変えれば、端から。スプーンに変えていい。うん、スプーンに変えて食べな。箸一回置いて、はい。なんでスプーンで食べた方が食べる。スプーンでいいんじゃないの、箸があるの。うん、右手で持ちなよ。みなと、
どうなってる？うん。食べな食べな。いっぱい食べな。お腹空いてるでしょ？お腹空いてる。みーちゃん、スプーン右手で持てば？箸一回置いて。その方が絶対食べやすいよ。そうそう。マグロのステーキ、美味しい。スプーンの方が食べやすいよ。箸がいいの。あ、うん、まあでも田中さん食べちゃっていいよ。なんか考える。これも？うん。よし、あ、ティッシュがなんかひらひら落ちた。あー、それはまずいね。ありがとう。イエイ。みんちゃん見て、食べたい？食べるよ。食べる？これ食べてる？食べるよ。おいしい？おいしい。これだよ。ハサミじゃなかった。ハサミ使うの？ハサミじゃなくてもね、ほぐれるよね。うん、切れるよ、全然。切ってあげようか。ほら、なんか嫌になったっぽい。ご飯、ご飯食べな、ご飯。嫌なの？美味しいでしょ。やっぱ魚がやっぱダメだよ。しかもさ、マグロダメってことはさ、ツナとかも嫌なの？なんで？美味しい？美味しくないの？美味しい？食感なの？これは何なんだろうね、難しい。この、なんか分かんないけど、みなとくんの方が好き嫌いなさ、まだ最初だからね。うん、なんだこっちの方がいい。うん、みなとくんもご飯食べるよ、おのちゃん。
どうしたの、ね、食べよう。みなとくんもコーンご飯だよ。みなとくんコーンご飯と。みなとくんコーンご飯。そう、みなとくんもコーンご飯食べれん、食べんの。はい、あー。みなとくん用のやつ。みなちゃんも食べる？お腹すいたって言ってる割に全然食べないよね。なんなんだろうね。みなちゃん食べなきゃ別にもう他に何もあげないからね。切って食べんの、まあ、食べなかったじゃん。食べない。食べるんでしょ。食べない。で食べないならなんで切らせたの。ふむちゃん食べないならお腹ペコペコのままだよ。そういう時期なのかな。ご飯マジで食べないんだよね、ここ数日。うん、あ、今食べ始めた。食べな、食べな。あ、いっぱい落ちた。みなちゃん、なんか気になるね。牛乳もご飯あるね。僕はパクパクだよってね。ミッキー。うん。ミッキーね。ごちそうさまでした。パパたちのご用さまでした。うん、みなにゃ、みなちゃん、みなとこお腹減りすぎるとさ、指とか食べるよね、逆に多分。ああ、減りすぎるとこうやってのかな。うんのかなって勝手に思ってた。いっぱい食べちゃう。すっごいパクパクでさ、なんかタイミングがいいとすごい食べるの早いじゃん。そういうことかなって。あげないともうダメなのかな。ねえ、まあそしたらまあたまにあげてお魚出してみたいな感じなのかな。ねえ、ね、幼稚園行ってもっと克服できればいいけど、ね、多分幼稚園ではね食べるみたいな子多いっぽいからそういうのはしそうな気がするけど、家帰ったらどうなんだろう。ふむちゃん、じゃあお腹空いてる？ふむちゃんお腹空いてる？お腹空いた。じゃあいっぱい食べな。いっぱい食べていいよ。いや無事だ。うん。ほらこれすくってさ、いっぱい食べないよもう。やったい。大丈夫？大丈夫？あれかな？ちょっとこれが食べづらいのかな？これが。そうなの？ささみが。なんかこの、こっちで作ってのささみ初めてあげるから。
さっきから見せてるの、ちょこちょこ見せてる、からこれがちょっとパサパサなのかな、スープに入れてるけど、兄ちゃんのご飯めっちゃ見ながらご飯食べてるね、うん、いいなってお姉ちゃんは、固形物いいなって、もう一緒のご飯だよ、僕だって食べたいよ、ドロドロだよって、ちょっと大丈夫？大丈夫？ダメかなこれ。別にでもそんなにすごい細かくしてんの。うん、でこの別にでかくはないよ。そうスープ状にしてるから、もしちょっとパサパサだとしても大丈夫かなと思ってるんだけど。キャベツもなんかあんまり食べないね。まあぼーっとしてるしね。うん。何なんだろうねこれ。なちゃん。あんまり食べないならご飯の時間終わってまたお腹ペコペコになるよ。だよ。ね。お腹ペコペコなりたくないでしょ。食べたい。なりたい。ん？食べたい。食べたい。でしょ？みんな。みんなちゃん。みんなちゃん。みなちゃんさ、ほのちゃん美味しそうって見てるから食べてあげな、代わりに。みなちゃんまだ食べれないからさ。みなとくんに美味しいよって言いながら食べてる。みなとくんに美味しいよって見せてあげな。みなとくん美味しいよ。じゃあ食べながら、ほのちゃんがいっぱい。そうだよ。そしたらさ、みなとくんも大きくなったらさ、いっぱい食べてくれるんじゃない？一緒に同じご飯食べれるよ。みなとくん。なんか、何なんだろうね、食べてほしいんだけど、もう一旦放置でいいかな、この任せて、もうこれ以上行ったところで無駄だろうし、じゃあほのちゃん食べてね、あと食べといてね、一人で食べれるよちゃんと、まあまあ一応ね、ここね、みなとくんのご飯あげてるからいるけど、あ食べるんだよ、大丈夫？おにちゃんが集まった、うん、大丈夫、おにちゃんが集まりした、集まりした、じゃあ食べちゃう、集まりしたから、おーおー、やられちゃった、取られちゃった、もうこぼれちゃった、みなちゃんがお皿ちょうだいってしてね、こぼれちゃった、ちょっと、こっちもこっちもこぼれた。うん。じゃあ食べな。こぼれてる。うん。湊君の方がご飯始めたの遅いのに終わっちゃうよ。終わっちゃう。湊君が終わっちゃう。うん。湊君、スープ終わるよ、これで。はい。スープ終わる。みなとくん、
か。チップ終わった。みんな食べな、パクパク食べな。じゃあコーンだけ食べまくったんだね。はい、いいよ、食べて。いっぱい食べてね。また開けます。初めて。うん。みなとくん。みなとくん、指くってる。みなとくん、指くってた。みなと指くってる。指食べてる。指食べてる。みなとくん、早くちょうだいしてる。うん。みなとくん、みなとくん、どんどんしてる。みなとくん、早くちょうだいしてる。じゃあ食べよ。おむちゃんは食べないよ、おむちゃん。おむちゃんの分食べないよ。コーンなくなっちゃう。あるやん。コーンがないだけやん。コーンない。うわー！集めてた。うん、集めたなら食べてください。集まれあとお腹減ったって言ってもあげないよ、ご飯。ご飯の時間に食べないとね、何もあげれないからね。よいしょ。おー、みなとくん、コーンご飯も完食です。いっぱい食べちゃう。うん、あとヨーグルトだけだよ。ほのちゃん負けちゃう。これレモン。レモン？これレモン。うん。桃とお野菜のヨーグルト。桃とお野菜。うん。ほのちゃんはほのちゃんも食べましょう。お兄ちゃん早く食べてよって言ってたよ今みなとく。食べてよ。食べてよ、食べて遊ぼうよって言ってるよ。遊ぼうよ。パパのうちゅうちゅうた。ブーチないよ。食べて。ご飯中だよ。みなと。
私遊ばない。みなと食べるよ。ママ遊ばないよ。ご飯ちゃんと食べてから遊びます。ちょっと、みなとくん。もうちょっとよ。みなとくんの方が全然遅かったのに。みなとくんの方が早く終わっちゃった。くるちゃんも食べなきゃ。取れない。うん、スプーン、スプーン。スプーンで取ろう。あんまり、あ、でもご飯ちょっとは減ってるけど、なんか基本みなとくん見てなんか言ってる。僕もっと食べたかった。ミルク飲んじゃおっか。なんかみなとくん最近食欲すごい気がする。前よりすごい気がする。みなとくんミルクすぐ飲んじゃおっか。みなちゃん、ご飯始まってすごい時間経ってるからちゃんと食べよう。本当にいらなかったらさ、本当にお腹いっぱいならいいけど、お腹空いちゃうよ。またお昼もあんまり食べなかったからさ、食べないと大変よ。僕も食べたいって言ったよ。うん、で僕ミルクね。お茶ね。お茶ね。みなとくんでんだ。みなとくんでんだ。またでんだ。でんでママちゃん、食べないの下げてよ。食べてる？食べてる。
ね、さっさと食べてね。うん。あ、食べてんの。ご飯食べな。ご飯食べて。キャベツも食べてないの。キャベツいらないの。ミルクできました。みーちゃんはマグロ以外は結構食べてるかな。マグロ食べてない。うん、食べないよ。美味しいよ。マグロやない。マグロさん食べたらさ、泳ぎが上手くなるかもよ。お水チャプチャプできるかもよ。が高い。パパ、なんかマグロ以外は食べたかな。スープがちょっと、スープがどうだ。スープが飲んでおりませんね。じゃあもうごちそうさま。飲むの？じゃあ飲んで。ママさ、みんなとこミルクあげちゃうからさ。頑張れ。これ温めるよ。温めるの？どうしようかな。いつも600で10。おいしい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 。ほんとだ。口拭けばお口。ほんとだ。マグロ以外食べてる。もういいかな。じゃあマグロ、スープ飲むかどうか。じゃあマグロ食べる？結構これ持ち手がギトギト。これで飲むよ。いや、そのまま飲みたいってこと？でもこぼすよ、そのまま。これが危ないから、これ閉めて。これが危ないから、それこぼしたよね。外さない。じゃあ、スープ飲む？飲まない？決めて。飲む？飲むよ。じゃあ飲もう。とりあえず飲もう。そんならウサギさん変えてあげるよ。それウサギさんならいいよ。それ外して飲むのは危ないからだね、このじゃん。スープ飲みな、スープ。スープ飲まないならもう下げちゃうね。飲みたい。じゃあ飲みな、スープ。
これならいいよ。これだったら、もう入ってるよ。もう入れた。飲みたい。あ、もう終わるね、ほのちゃん。ごちそうさまでした。飲みたい。